おーい！ここだ！ケイチ君、ミーちゃん、遅れてごめんね。鍵、借りてきたよ。お、助かったね。どうも窓も戸締まりは完璧らしくてね。困ってた。リカちゃんの家はね、もともとは町会の防災倉庫だったの。だからシャッターの鍵を今でも村長さんの家が預かってるの。今ではリカちゃんとサトコの指定だけど、まあもともとリカちゃんの家の敷地内だし、誰も文句は言わないけどね。どう？やっぱりいない？うん、いない。絶対おかしい。信じたくないけど、君吉の村長さんが消えたのが昨日の今日。無関係とは言い切れないね。例えば、ご近所に行ってお茶でもご馳走になって眠っちゃって、起こすに起こせなくなってるなんて可能性ももちろんあるよね。その可能性をまず潰そう。牧野さんは裏手から沢のあたりの家を回ってください。慶太郎さんはおじゃが池の方、岡村さんは私はここに残って、電話で片っ端から心あたりに問い合わせてみます。じゃあ皆さん、そういうことで。さすがみーちゃんだね。みーちゃんは学校だけじゃなく、ひなみざわの委員長さんみたいだよね。
ちゃかさないちゃかさない。ほらどいて、おじさんは電話を使うんだから。とはいえ、そんなのわかるはずもないよな。でもレナ、冷蔵庫や流しの下の棚とかを開いてもリカちゃんは見つからないと思うぞ。隠れてるかなって思って。私みんなに話をしてくる。遅かれ警察も来るだろうしね。大石のやつにも事情を説明しなきゃ。ミオンちゃん、リカちゃまとサトコちゃんがいなくなったってのは本当かい？誰かの家にお邪魔していないか、町会の回覧区分に沿って全戸をまず調べよう。本人たちがこっちの気も知らずに、誰かの家ですやすやとお泊まりしてる可能性もあるわけだからね。こんなことは考えたくないけど、もちろん悪いことが起こった可能性もある。我々も手分けしよう。昨夜の村長探しで回ったところをもう一度回る。俺たちはダム現場をよく念入りに探してみる。お前さんたちは学校のあたりを探してみてくれ。どう？したら早よ回らんと。行こう行こう。みんな昨日も村長さん探しで徹夜だったからね。寝不足で辛いだろうけど、どうかよろしく。
俺のせいなのか。ケイチくん？ケイチくん？大丈夫？俺が全部悪いんだ。俺のせいで、俺のせいで。ケイチくんが？何も悪いわけはないよ。自分をどうか責めないでね。ケイチくん、こんな風通しのいいところにずっといたら風邪ひいちゃう。子供たちはね、もう解散して家で寝ろって。もう寝ないと明日の学校に差し支えるよ。大人たちだって昨夜も一晩中村長さんを探したから、みんなクタクタ。今夜は少し早めに解散するって。大丈夫。さっきね、警察の人も来たの。今、どんどん町から応援のパトカーが来てるよ。ケイチくんが何を自分に責めているかわからないけれど、もうやめよ。頼む、レナ。放っておいてくれないか。俺、きっと、家に帰ったって、眠れない。
俺のせいで消えてしまったんだ。他の探してくれてる人たちよりも先になんか眠れるものか。ケイチ君のせいなの？どうしてそう思うのかな、かな。ケイチ君がとても仲間思いだって知ってるから、自分を傷つけたくなる気持ちもよくわかるよ。だけどレナはケイチ君のせいじゃないって知ってる。ケイチ君が悪くないって知ってるから。知ってるって。ケイチ君、ひょっとしてレナも消えちゃうかもしれないって思ってるのかな、お社様のたたりで。だったら安心して、レナは消えたりしないよ、絶対に。どうして消えないなんて自信を持って言えるんだよ。レナ。ほら、ケイチ君に涙なんか似合わないよ。みんなのところに行こう。婦人会の人たちがね、お味噌汁の炊き出しをしてくれてるの。飲むと温まって落ち着くよ。ケイちゃん、どこ行ってたんだよ。ケイちゃんまでいなくなったのかと心配したよ。すまん。みーちゃん、どう？何か手がかりはあった？全然ない。学校が終わってから家に帰って、二人で自転車に乗ってどこかに行ったらしい。しかも、二人が自転車に乗った姿は全く目撃されていないし。
昨日の村長の時と同じ。お手上げだよ。ケイちゃんも辛いだろうけど今夜はこれで休もう。さっき今夜は解散しようってなったところだよ。これを飲んだらもう終わりにしよう。終わりなのか？あ、もちろん終わりじゃないよ。明るくなったら警察も増援を入れて徹底的に探すってさ。沖ノ宮の方に行ってる可能性もあるからね。村長の件も含めて獅子骨市全体で目撃情報がないか洗うって言ってる。それよりもケイちゃんだよ。どこに行ってたんだい？いつの間にかいなくなっちゃうから心配したんだよ。すまん。気をつけるよ。何もなかった？怪しい人に監視されてるとか、付け狙われてるとか、そういうのはなかった？何もないよ。でも気をつける。すまん。おんやおやおや。おいしい匂いが漂ってくると思ったら、これはぜひご商売に預かりたいですね。